こんにちはまあ知ることが格闘技でも力の世界でもかなり重要になるってことは確かにあって体の鍛え方も科学的理学的にやることとあと努力で根性とやることとその組み合わせなんですけども少なくともうさぎ跳びは良くないっていうことが分かったりとか運動部に行ってもね水をちゃんと補給しながらやらないと筋肉が疲労していくとかね回復が遅くなるってこともあったりとかするんで。えー、運動した後は適度に休みを取って そしししててて水分補給をして栄養補給給をを栄養また運動するってこの繰り返しが大事なんだってことはやっぱ最近になって分かったってことかなとだからやっぱ若くしてもその肉体を育てることが上手な人がいたりとかねトレーナーさんも人を引き上げるのが上手な人がいたりとかあるんだと思いますまあ本当にねあの腕出す100回とか言うだけじゃ済まないわけですよねで根性がないやつから脱落していくんじゃなくてやっぱり腕出すつ100回も20回を5回のペースでいくのか 50回30回20回っていうふうに振り上げていくのかとかねさまざまなやり方があってどの人にはどれが一番その筋肉の増強と回復に適しているのかってことをねトレーナーは知るべきかなと思いますねで今回ですね私の大好きなカンフーウェイがイップマンから名言をちょっと紹介したいと思うんですよそれはねあの武術の目的は何なのかっていうふうに問われる場面が結構物語の中で出てくるんですよねで強さを競う,競うこととか自分の権力を手に入れることとか あの敵を倒すことお自らの愛する人を守ることさまざまな言い方をされるんですけども一言でまとめて言うとですねこういった言葉があるんですよ。武術のの目的とととは欲望や執念から自分をを解き放ち心と体の調和を手に入れることだそうなんですよ。でこれってうのは結局禅の話なんですよねあの神仏一体と言いますか人間とそれから人間以外のものは一体にできるんだよとかあの健全一行って言うんですけども。 剣と拳とね、あのー、心の動きっていうのは一致しなければならないとかね文武両道とかとにかく力なき正義は無能なりで正義なき力は無量とかもうほにね宗教なんですよね武術を突き詰めるとでしまいにはそのカンフーってのは結局武術ってのは目隠しをしながらでも戦える状態なんですよね、まあ、つまり風の動きを感じて相手に触れた瞬間に次の技が出てみたいなことの繰り返しなんであの視力に頼ってるうちはまだまだで 感じることがすごく大事なんだということらしいですよねまあ様々武術の捉え方ってのはあるんですけどもやっぱり知ることの大切さっていうことにねフォーカスをするとその構えによってどんな流派でどんな武術なのかってことがやっぱり高度なあの武術家になどと分かるそうなんですよねまあ例えばボクシングの構えだとこんな感じですけども武術の構えってうはもうちょっと体を開いてるわけなんですよでボクシングとか空手っ,っていうのはこういうふうにね 拳を横にして打つわけなんですよねここででもまあ,あの武術っていうのは縦で打つ縦剣で打つんですよねしかも打つところっていうのはこの2つの通常あんまり使わない小指と薬指なんですよでここの拳だから2剣じゃなくてこっちの34剣を使うことっていうのはここの筋肉と連動してるんですよねだから力筋肉をつけずとも体でこう相手にダメージを与えることができてあとは防御っていうのは基本的には肘でするっていうね 肘ででででししててていくととここの面で大半が防御できてしまうってことなんですよね当然ボクシングだとこれは反則になるかもしれませんけどもまあこんな感じであの防御のこの面が取れるとかねで向こうが相手がね拳でやってきても拳に拳で対抗するんじゃなくてやっぱ面でこうよけていくっていうんですか避けたら拳がこっちにそれていくんでそのまま過激ができるというねこういう風にこっちから攻撃できていくとかあとこう体重の移動なんですよね打った瞬間に 拳をここを当てるわけですからここを当てて打った瞬間にちょっと上に上げるとかね上に上げた瞬間にこのかかとをちょっとね突っ張ると地面の反作用をこう使って非通常のダメージをね最大限のダメージを相手にこう食らすことができるんであのゼロ距離射撃って言って相手と拳の距離がない状態からでも相手をね 1m2m 吹っ飛ばすようなこうパンチが打てるわけなんですよそれも筋力とは関係なくなんですよねだから年をとっても武術っていうのは使えるし でも攻撃のためではなくてあくまでも防御のためであったり、えー、この大地とねだからこそ自分を一体化させるための、まあ、心の修行なんだよってことらしいですよね。うん、心と体の調和。うんまあ、そうすると自分にはあ武術ってものがあるからいつも相手に道を譲ることができるっていう余裕もあるそうなんですよ。だからすぐにね戦いたいがる人っていうのは白黒つけたがるっていう人っていうのはそれだけ余裕がなくって、まあ、怖いから。 白黒つけたくなるし怖いから決着をつけたくなるんだけどもまあ、どこまでいっても心が鍛えられているとーじーっとね最後まで見て取、あのー、ることができるし峰打ちや寸止めっていうのもそういうところから生まれるらしいですね。